日3日間あー違いねー日3日間日3日間私の忘れないでね知らないでね電車に犬を置いてくやつ置いてかれるやつかわいそうに置いてけぼりだよ、ね、3日も置いてけぼりなんですけどタイトルとサムネで釣って炎上させようかな最低の飼い主さんですね自分のペットだということを忘れなくママコメの数々ママコメアンチコメの数々でペットを飼う責任のない人最低ですね私は何があっても自分のペットと向き合ってきましたレイレイレイシビックとスープラと遊んどけよお別れだからお別れ、うん、お別れじゃんしばしお別れだからよ遊んどけよペコはいいんだよ、うん、スープラとシビックと遊んどけなんかさスープラレイ近づくと逃げるの知ってるあおもちゃ取られると思ったおもちゃ取られるから逃げてんのこれいつも逃げるんだよなほらおもちゃ取られまくってずっと逃げてる逃げた。これをサムネイルにして。かわいい。で、この子たちうちで育てることにしました。で、飼い主が犬を置いていなくなりました。感じにして。で、この子たちを犬舎で引き取ることにしましたいうタイトルとサムネにするなんかわいいでちょっと真顔な方がいいね、うん、あれちょっとさあそこレイは映っちゃうちょっともうちょっとそっち行ってるじゃあじゃあじゃあちょっとあっち行ってかわいいレイが映るんだよなあー超かわいいどうかわいい、うん、グーカワですねマジックグーカワとか知ってるんだクソババアクソババアクソババアグーカワとか姫は大丈夫そうこの後切ってこうかと思います切ってあげるよ、うん、切ってあげるから爪切り持っておいてはい何日間こっちに置いていくんですか水木金3日間ですかはい3日間置いてかれるんだって最低だね炎上して100万再生とかいかないかな。ね、いかないかな。ちょっともう動画が伸びない伸びない。伸びない伸びないなもんで。シュープラコンの協力が必要で。シュープラコンの。かわいい。こういう時にさ、え、俺とか言うさ人さ嫌い。シュープラのお顔拭いてます。お仕事でお帰りになられるんですか。はい、そうです。大変ですね、社長さん。うん？さぞかし、さぞかし、儲かってるんでしょうね。儲かってないから私が行かなきゃいけないんですね。なるほどね。はい。うん、現場を普通に任せられないと。はい。確かに社長現場出てるようじゃもうダメだよね。顔。すごい顔してたよ人見下しの呼吸早いもんね、うん、それずっと思ってたのずっと思ってるけど褒めてた社長がね動いてるやつダメ指揮官なんだからだってあれよサッカーで言ったらお前監督が急に出てくるみたいなもんよ急に上手なんだけどやばいやばいっつって出るしかないっつってね監督が出てるみたいなもんなんだからはいかわいい監督が試合出てるみたいなもん俺に任せとけっつってね監督が試合出なきゃいけないってことは選手が下手ってことだからね
代打監督っつって、ね、WBC でね大谷翔平に代わりまして、ね、代打監督っつってさ、全然俺映ってなくて草主役俺やで。そうなの。フレブルのブリーダーのチャンネルだから。フレブルチャンネルじゃないもん。違う違う。ブリーダーのチャンネルだから。私とそれを囲む犬たちの日常ですから。カット君これやってほしいんでしょう。はい、おめでもね。拭いてね、綺麗にね。これがまあ犬の日常のケアですね。気持ちいいんですね。ね、気持ちいい顔してる、すごいじゃん、うん、お股拭きが好きなんだよね、うん、ちょっとあれじゃない、写りがちょっとなんかいやらしいほらなんかいやらしいこんぐらい綺麗にしないとダメだ、広げー、ほらこんぐらい広げー、わかる、この黒地味なしね、黒地味ゼロ、3日間ですか、3日間、3日も会えないんですね、寂しいですね、寂しいです、何やろうかな、3日間、まずサブちゃんでライブし倒すでしょ、し倒す、金ねえからさ、稼がないとさいけないからさ、欲しいものリストがさライブしないから送られてこないんだよ、帽子を、帽子を、帽子売る、帽子を、帽子でもね、もうこれ以上の告知はない俺にこれ以上のレイ君、レイ君、レイ君、ちょっとこっち来て、はい、こんな素敵な帽子がね、レイ君めっちゃ似合ってるよね、レイ君似合ってるよね、帽子が出てる、かぶるとバカになる帽子だ、かぶった瞬間からこうなる、うん、これ脱いだらお利口さんになる、脱いでみ、ほら静かになったかぶるとバカになるから、ほら勝手に動き始める、何やってんですか、レイ君そこで何やってんですか、警察カード、カード抜いて質問に答えてください、そこで何やってんですか、レイ君、どこ行ったそこは、そこは犬たちがで暑い時に行くとき、とこだぞ、それ。何語なんだよ本当にいい加減にしてくれ何語なんだそれお前サブちゃんいるじゃん出た逮捕逮捕だよペコちゃん捕まってばっかなんだよな毎日捕まってんだよねペコちゃんはね嫌そうな顔してる。めちゃめちゃうるさいの、お前。うるせえな。本当に。声ばっかでかいんだから。消防さん。それは会長さんです。会長さんをやるぞ、消防さん。準備してください。逃げられました。じゃあ、スロースに消防車準備をしてください。はい。はい、どうですか?優しくしてくださいよ。あんま引っ張んないでよ。ボール消防車。ノエルにもやってください。ノエちゃん元気ないから優しくしてください。いいですよ。どうですか。消防車準備できますか、ノエちゃんに。大丈夫です。できますか。準備できますか。どうですか。消防車準備できました。できました。のえちゃんが消防車準備できました。じゃあ大丈夫だ。元気ないです。のえちゃん元気ないです。何が届いてましたか。水。お水。欲しいものリストでお水が届きましたか。水誰の届いた。ありがたいですね。水誰の。お水を送ってくださった方ありがとうございます。酒も送ってくれーって言って。やった。酒も送ってくれーって。はい切れた。はい怠慢です。殴り合いだろう。今のは殴り合いだろう。
許すマジ。郵便屋さん挨拶しろ、こんにちはって。もっともっと大きい声で、聞こえるまでやれ。声量が生かされる。ここでしか挨拶しか生きないだろ、声量なんか一生。ありがとうございます。声でか、信じらんないんだけど。草むしりできるの何歳からかね。草むしりちょっと手ちっちゃいよね。握力がだって2でしょ。彼の握力2でしょ。あれそうだね、スプーン持てないんだもん。だってペットボトル開けられるぐらいと同じじゃない。ペットボトル開けられればこれ草むしれる。似てない握力。取れんのかな。レイ草抜けるそれ。草抜ける。引っ張って抜いてみて。抜いたら持ってきてみて。草抜いて持ってきてくれよ一つ。草抜ければだいぶ違うよ。あでもいけんのかな。ブチブチ切れちゃうよね。頑張れ、抜いて持ってきてくれ。爪が引っぺかれそう。あ捨てたな。それをシビックに振ったんだ。何なんだ、うちの人たちは。お知らせ。皆様本日もご覧いただきありがとうございました。現在犬舎では可愛い子犬たちを販売中。万全のアフターフォローで初めての方にもご安心いただけます。日本一のフレンチブルドッグをお手頃なお値段でお譲りしますので、お迎えご希望の方は下の概要欄にあるホームページからお電話いただければ幸いです。チャンネル登録してリンクも覗いて帰ってね。